必ずやろう日本最高坂井豊です。この動画を見てなるほどねなんて思ってくれたらぜひチャンネル登録よろしくお願いいたします。まずは告知をさせてください。私が大変大切にしているイベントにDAFドランクアカデミーフェスというのがあります。ドランク、お酒を飲んで楽しみながらアカデミー知的な刺激を受け、フェス、お祭りのように楽しもうという、そういうものです。で、1人当たりの持ち時間というのは10分間という、限られた中で、十数名の出演者がこう連続してですね、こう出ていくという、そんな連続セミナーみたいな感じになるんですが、非常に明るく楽しいイベントです。でもこういう楽しいイベントをですね、この保守サイドでできるようにならないかなと、そうなれば保守という人たちだけじゃなくてですね、いろんな人を巻き込んでいく力になるんじゃないかということで、今私が非常に力を入れているそういうイベントになります。このDAFがですね、次回は3月26日の12時半から東京は王子のイベント会場で行われます。で、私も出演しますので、ぜひお越しください。今回の動画の最後に、前回12月のクリスマス前に行われたDAFの動画を一つ紹介します。よければそちらもご覧ください。概要欄にDAFの申し込みのリンクを貼っておきます。2月16日最初のニュースです。チャット GPT というですね、 AI システムが世界を変えるんじゃないかということがこう言われていたりしますよね。で、名前の中にチャットというのがある通りなんですが、人間同士のおしゃべりと変わらないような感覚で人間が求めることへのこの回答というのをね、返してくれる、こういう AI になります。で、例えばですね、私が東京駅周辺でおすすめのイタリアンのお店を教えてほしいなんていうふうにですね、このチャット GPT に尋ねた時の回答はこんな感じで、3つのお店を具体例として、こう挙げてくれるということがありました。で、これを見れば分かる通り、日本語でもですね、ほぼこう普通な会話がこうできちゃうということが分かりますよね。で、そしてこういう回答をもらった時に、これがこうまるで信頼できる友達が教えてくれたものかのように、こう受け取るなんてこともですね、実際には結構多いんじゃないかななんて思ったりはするわけなんです。そうするとこのチャット GPT の検索結果の中に表示してもらえるようにするというビジネスがですね、成立すると、こういうことになってくるわけです。で、私この後でですね、とんかつでおすすめのお店はありますかなんて、一回聞いたんですけれども、で、そういうことをやった時に、東京駅周辺でという条件を入れなくても、もうこれ会話の流れから、それは東京駅周辺で探すの当たり前だよねっていうふうに、AI は認識した上で、やはりこの東京駅周辺のおすすめのこのとんかつの店をですね、やっぱ3つ紹介してくれるなんてことが起きました。で、相手が求めている流れっていうのを理解した上で、それに応じた答えを返すことができるっていうのはね、これはなかなかすごいことかななんてね、思っていたりするわけなんです。で、このチャット GPT に関連してですね、ちょっと一つ紹介したい記事が見つかったので、それをご紹介します。で、この表題のところを読むとですね、サム・アルトマンにはこうチャット GPT が大金を生み出せる前に解決しなければならない大問題が一つある、それをウォークにすることだと書いてあるのがわかるんではないかなと思います。で、サム・アルトマンというのはですね、このチャット GPT を開発しているオープン AI という会社の CEO です。で、そうなるとこの気になるのは、それをウォークにすることだのウォークって何ってことにならないかと思うんですよね。で、ここでウォークという言葉の意味を確認しておきましょう。辞書を見るとですね、ウェイク、目覚めるとか目覚めさせるっていう意味で使うあのウェイクですよね、これの過去過去分詞形と、ウォークな、社会的不公正、人種差別、性差別などに対する意識が高いことという説明があるのが分かりますね。で、まさに日本語で言うところの意識高い系のという、そういう感じになるわけです。だから、もともとのその感じでいけばなんですけども、意識高い系に目覚めてというのが、これがウォークだってことになるわけですね。だとすれば、このウォークというのは左翼的なというふうに読み替えてもいいんじゃないかななんてね、私は思ったりはするわけです。そうするとですね、このチャット GPT をちゃんと左翼的にしておくというのが果たさなければならない課題だよなんていうね、こういう話になっているわけです。で、左翼陣営からすればですね、当然そういうことを考えることになるよねっていう、こういうことになるわけですよ。
AI なんだからさ、こう客観的なんだろうなんていうふうに思ったらまずいという、まあもともと分かってる人からすればね、それなの当たり前でしょっていうような話なわけなんですけれども、意外にこの辺すっ飛ばして理解してる人もいるんじゃないかなということで取り上げさせてもらいました。ただ私はもう一方でですね、この時代の今こう動いている流れからすればなんですけど、ウォークを前提とする時代っていうのはそれほど長く続きするのかなっていうふうに思ってるところもあるんですよ。まあそこにはまあ自分のね、希望的観測っていうのもまあ結構入ってるっていうところもあるだろうから、それこそ絶対的な真理だなんていうふうまではですね、ちょっと考えてはいないんですけれども、ただその AI 開発をやるって言った時に、このチャット GPT はどうもこのウォーク系にね、その取り込まれていきそうなこういう雲行きになっているわけなんですけれども、むしろ客観性が高くてもっと常識的、そういう判断をベースにした AI の開発をやっておくっていうことになると、実は差別化されるんじゃないのっていう、ことであり、そしてウォーク系がおかしいっていうそういう意識になった時にですね、どっちがこう天下取るのって言った時にですね、そのチャット GPT ではない方が天下取るかもよみたいな、まあこういう可能性もあるんじゃないのみたいな感じのこともちょっと頭に置いておきたいななんてね、思ってたりするところもあります。まあこれ当然希望も込めてというような話であって、これこそが正しいって言い切る自信は私にはまだないですけどね。ここでベンチャーキャピタリストに一言、この点意識した AI 開発が投資として面白いんじゃないの。失礼いたしました。次のニュースです。ラジオフリーアジアの報道を見てください。中国語ですが、上海や広東などの港には空箱のコンテナが山のごとく堆積していると書いてあるの、わかるんじゃないかなと思うんです。でこれは中国の経済メディアである財新というところがあるんですが、この財新がですね、上海港の埠頭のオペレーターがもうね、埠頭にはコンテナの空箱がこうバンバン積まれていて、こんな光景はもう何年も見たことがないなんていうふうに語ったことが、報じられたんですが、これをですね、このラジオフリーアジアが後追いしたという感じの記事になっています。でこの状況はですね、この上海だけでなくてですね、他の港においても同じような光景になっているんだよっていうことを財新は報じていたようです。でこうサプライチェーンの中心にあった中国にですね、この異変が生じ、注文がですね、そのベトナムであるとかインドネシアであるとかタイであるとか、こういうところにバン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 動いているんだよと、要するにサプライチェーンが中国から東南アジアに移ってきているんだよっていうことを示しているんだと、まあ、ラジオフリーアジアは報道しているわけです。まあ、サプライチェーンがですね一気に変わるっていうことはこうなかなか考えにくいところがあるので、まあややねちょっとね大げさに報じているところもあるんだろうなっていうふうに私はちょっと内心思ってはいるんです。まあそれであっても過剰なコロナ対策というものをこうずっとこう続けてきたせいで、中国に対するリスクっていうものを感じている事業者がですね、まあ増えているということはこれはもう間違いないと思います。でここで習近平に一言、ありがとね。失礼いたしました。次のニュースです。で今度もですね、ラジオフリーアジアの報道を見てください。やはり中国語ですが、武漢で数万人の民衆が再び集まり、医療申請が経済負担を重くすることに反対すると書いてあるのが分かるのではないかと思います。でここに書いてある医療申請というのは、まあ、退職者を中心になんですが、医療負担を大幅に増額する、医療制度改革のことを言っています。でこれに反対する集会がですね、1週間前の2月8日にも、開かれたんですけれども、その2月8日にね、そういうことがありましたというのはこう以前の動画でもね紹介したことがあったと思います。でその時にですね、次回は2月15日だよってね、この2月15日がどうなるか非常に注目されるよっていうこういう話をしましたが、やはりですね、まあ数万人の人たちが集まる大集会になったわけなんですね。
で政府側はですね、こうこの集会に人々が集まらないようにするために多くの団地をこう封鎖処置をやるということをやり、集会に行くなということを広く呼びかけ、そしてまあまあ比較的近いところにあるその地下鉄の駅の出入り口を完全に封鎖するみたいな、そんな感じのことまでやったんだけれども、それでも前回よりも多くの人が集まったというようなことになったようです。で前回の話の時のその繰り返しになるわけですが、現在中国の地方財政はですね、まさに火の車という状態で、公務員の給与までですね結構削減するみたいな感じのことまでやっているわけなんですね。でコロナ対策にもものすごい膨大な費用を費やしたというようなこともあって、もうですね本当にお金がすっからかんになっているっていう状態になっているわけなんですね。でその状態になるから国民負担を増やすっていう動きをしているわけなんですけれども、国民からすればですね、ふざけんなと言って反発をしているという、こういうことになるわけです。でただですね、今回の集会においては次回の集会はいつかっていうアナウンスがなかったようなので、これでですねもうガス抜きがおしまいって感じになってしまいそうな、そんな予感がしています。まあ、毎週水曜日に継続して開かれるなんていうくらいになるとですね、非常に面白かったんですけれどもね、ちょっとそこが残念なところではあります。まあそこでもちょっと一つ、武漢の人たちに、希望を込めて一言、武漢が頑張ると中国全土が変わるよ。失礼いたしました。まあ、今回は以上、まあ、3つの記事を扱わせてもらいました。必ずやろう日本最高、浅賀豊でした。チャンネル登録ぜひよろしくお願いいたします。またベルマークの通知設定をすべてに切り替えていただきますよう合わせてお願い申し上げます。最後にですね、まあ、ダフの動画を1本、ご覧いただこうと思います。前に一度ですね、こちらの方に出てもらった静江さんのPTA をぶっ壊すっていうね、その動画になりますが、そちらもまたよろしければご覧ください。PTA から親子を守る党の静江でございます。ありがとうございます。ありがとうございます。PTA をぶっ壊す。今日の話は PTA の闇、直接関わりがない方もこの野放しにされたひどい実態をぜひ知ってほしいと思います。この PTA、 これ何の略かっていうと、浅香さん的に言えばプーチン、トランプ、安倍晋三ペレンツティーチャーアソシエーション、あの親と先生で一緒になって子どもたちのサポートをしていきましょうねっていう任意の団体なんです。そしてPTA ってまず学校単位で存在しますよね。で、あのここさっき言ったように任意だから入りたくない人は、ね、入らなくてもいいんです。だけれど も何かいろんなイチャモンつけて絶対に強制加入させるというのが今実態です。そしてあの地獄の役員決め、これが毎年行われている。で、この学校を束ねるのが市区町村 PTA、 そしてさらにそれを束ねるのが都道府県 PTA、 さらにその上には東北、あと九州、関東といったブロック PTA というものがある。そしてこの頂点には日本の PTA の総本山、日本 PTA 全国協議会、通称日 P と言われるものが存在します。で、PTA ってこのピラミッド組織なんですね。まず保護者はこの学校に対して PTA 会費を納めます。だいたい3000円から6000円、まあ、学校によって違うんですけれども、だってそれ子供のために使うんでしょ、いいじゃないですかって思いますよね。それがそうでもなくて、この会費の一部が市区町村 PTA、 まあ、大体数百円なんですけど納められます。そしてその一部がまたさらに都道府県 PTA に納められる。そしてさらにその一部、まあ、10円がこの日 P に支払われるという仕組みになっています。上納金ですね。で、でも10円だったら別にいいですよって思いますよね。でもみんな、あの日本人が1人1円、国民から1円もらったら1億円集まりますよね。今日本全国にこの PTA 会員800万人います。800万人かける10円、8000万円が毎年この日 P に上納金として納められている。このね、
上納金納められている上納金、ああどうもお納めくださいませお代官様みたいな、そんな世界なんですね。でこの下の部分はボランティアなんです。でもこの日比っていうところは戦後 GHQ の命令下によって作られた国家組織なんです。これ何が問題かっていうと、この日比のまず活動が不明、お金の使い道が不明、そしてこの保護者にこの日比の存在がほとんど知られていないっていうことなんです。私 PTA 会長したのが、今から7年前、ね、小学校の PTA で高田さん PTA 会長してくれませんかってお願いされて、あ私あいいっすよって引き受けたんですね。 PTA 会長になったら偉い人たちと知り合えて公園の仕事が増えるかもって思った、その横島な理由から引き受けた。それでね、市の都の市の役員も引き受けた、そして宮崎県の PTA 役員も引き受けた。そしてやっていくうちに気づいたんです。あれおかしくないかい、 PTA 子どものはずのためのはず の活動なのにそこに子どもがいないんです。特にこの上の組織になればなるほど、これって必要ですかっていうものが結構な割合である。その一つがPTA 全国研究大会というものです。これは全国からね、その PTA の役員とか関係者が集まって、数千人集まって開かれる、2日間にわたって開かれる PTA 最大の巨大イベントなんですね。で私、コロナ前の2019年、兵庫県で行われた時に私かあの役員だったから兵庫県に行ったんです。で子どものいろんな問題とかの勉強はすごく良かったんですけれども、なぜかそこに元宝塚の歌のショーがある、そしてすごくきらびやかなね表彰式がある、そしてその時の記念講演の講師はメンタリスト大吾でした。どんだけお金を払ってるんだろうね。そんな世界なんですよ。でそういうきらびやかな世界の舞台の裏にはね、ほら全国から人が来るから、駅とか要所要所にこのプラカードを持った交通のほら案内人がいるわけ。あとはその駐車場係もいる、そして受付の人もいる、もう総勢スタッフ数百人、みんな PTA のお父さんお母さんたちボランティアやってるんですよね。これってボランティアで、その、このね8月の土日にこれって毎回開催されるんですね。本当だったら8月の最後の週末って子供と一緒に過ごしたい最後の休みじゃないですか。なのにどんだけそのイベントに時間をかけているのかという、その兵庫県の大会に使われたお金は7000万円だったそうです。この7000万円ってね、もともとはみんなの PTA 会費ですよ。そんなにお金と労力をかけてやることでしょうか。でしょ。でね、それってそんなお金があったら子供に直接図書室の本を買ってあげたり、遊び物を買ってあげたり、子供の行事に使ったり、そういうことに使えばいいと思いませんか。希望は違いますけど、毎年ね、このブロック PTA、 この都道府県 PTA でも毎年同じような大会が行われています。これはね、やることが、まあ、その各学校の PTA の、まあ、研究発表だったり、講師を呼んでの講演会だったり、それはいいんですよ。いいんだけれども、その前に記念式典というのがあって、舞台の上にほら来賓の偉い人たちがずらーっと並ぶで、ね、それで挨拶をするんですよ、まあ、その挨拶というのの自己 PR が終わったら人たちね帰っていくんですよ、公務のためと言って、うん、ちょっと待ってよ、みんなが準備してきた研究発表は見ないの、それは公務じゃないのと。そして事務局がね、その偉い人たちに頭を下げるわけ。教育長、今日はお忙しい中本当にどうもありがとうございましたって、ちょっと待ってよ、忙しい中やってるのはこっちのね保護者なのよ。みんな仕事を都合をつけて、ちっちゃい子がいたら預けたりして都合をつけてやってきてんの。そんなに人たちって頭を下げないといけないぐらい偉い人たちなんですかね。でしょ。平日の夜7時、会議に次ぐ会議、ごめんねお母さん、ちょっと PTA に行ってくるわね。また行くの。子供のための PTA なはずなのに、自分家の子供は寂しい思いをするという、もうこの本末転倒。先月11月の18日、
ホテルニューオータニで、このニッピー主催の表彰式が行われました。ニッピーってね、あの表彰式とか表彰式しかね、することがないんですよ別に、ね、あの表彰がもらいたくて別に役員とかやってるわけじゃないじゃないですか、うん、そしてその表彰式の後に行われたのがこれ、あのこれね、あのニッピーのホームページから勝手に借りてるんですけど、ここに書いてあるのは文部科学省、うん、日本 PTA 祝賀会、うん、あのね、全国から数百人呼んでパーティーしてるの、ちょっと待ってよと。あのね、少し前に子どもの給食 の、 あの黙食緩和っていうのがニュースになりましたよね。でもこの時はまだ子どもたちは前を向いて黙って給食を食べてたんですよ。皆さん知ってますか？小学校3年生以下はみんな今黙食しか知らないんですよ。でね、こういうのがあの計画されるのでも何ヶ月も前じゃないですか。もうやる気満々だったってことですよあのね、上の人たちって何やってもいいんですか？誰のための PTA でしょうか？はっきり言います、今の PTA は子供のためなんかじゃありませんよ。この上部組織のための、存続のための PTA です。なんでこんなことになってしまったんでしょうか？これは誰が悪いわけでもなく、70年以上も続くこのシステムのせいです。ある意味みんなこの被害者なんですね。でもこの日比というものがこの頂点に君臨している限り、地獄の役員決めも強制加入もずっと続いていくでしょう。そんな中、一筋の光が見えてきました。今年の7月、東京都小学校 PTA はこの日比からの脱退を表明しました。理由はこの PTA の会費の使い道がわからない、活動内容が不明。これはまさに革命ですよ。どんどんこれにみんな続けばいい。そして亡くなってみて困ったら、その時は